はい、皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日は2024年7月7日七夕になります。僕はまあ家を留守にしてですね、どこにいるかと申しますと、ここは岩手県ですね。岩手県、何市とか全然調べなかった。テロップ入れときます。テロップこれです。ここにいます。今ね、山田という道の駅に来ましたよ。東日本一周バイクの旅、もういよいよ佳境なんですけど、今日4日目になりますね。はい、ちょっとスマホが熱でね、ずっとナビにしてるから熱でね止まっちゃうんですよね。熱暴走みたいなやつ。はい、ここね、道の駅山田っていうんですけど、別名ねオイスターっていう名前みたいですよ。ちょそこにね、三陸の海岸が見えていて、三陸海岸なのかな、わかんないけど、ね、牡蠣の養殖がめちゃくちゃ盛んなんですよね。だから多分オイスターってほら牡蠣のこと言うでしょ、だからオイスターなんだと思うんだけどね。はい、ここで今日ご飯食べます。東日本バイクの旅も佳境で今日4日目。まあ明日でね、今日一泊して明日は多分新潟に戻る予定なんですけど、まあまあ今日明日とね、目いっぱい楽しんでいこうかなと思ってます。ここでね、ちょうどねお昼になりました。今12時半ぐらいですね。はい、僕は道の駅が大好きなんで、ある道の駅全部寄りたいぐらいなんですけど、今回はねなかなかあんまりね、タイトな予定ということもありましてね、寄れないことも結構あったんだけど、ふわふわドームとかがあるんですね。現在地こちらですね。結構大きな道の駅、牡蠣とか食べれんじゃない、めっちゃ楽しみですね。オイスタ道の駅山田、初めて来たところ、新しいんじゃない、相当綺麗ですよ建物は。おー、食べ物屋さんあるね。先に食べちゃおうか。自動販売機がずらりとあります。これほら、ど冷えも厚切り牛タンとかあるんだ。美飯器、美味しいご飯の美飯器ですね。アイス、そしてほらオイスターのこのオリジナルのラッピングされた自販機がたくさんありますね。紙おむつとか売って、紙おむつの自販機初めて見た。たくさんのジュースが売ってます。特別なものとかはなさそうですね。こういった公園になってるんですね。ちょっとした公園ね、ふわふわドームがね常に設置されてるのかな、わかんないけど。すごい、今日日曜日だからね、それだから日曜日だからってのもあるかもしれないね。はい、まずはこちらの方に入ってみましょう。三陸ジオパークで体験。ここはトイレと休憩スペースになりますね。新しいね、だいぶ。この船は何だろうな、北前船とかじゃないよね。まあ、違うかいくらなんでも違うか。はい、七夕飾りがね飾られてますね。山田ちゃんだって。はい、山田町の観光マップがあります。牡蠣の養殖が盛んですね。修理貝、ホタテ、ウニ、オランダ産サーモン、ホヤ、ケガニ、ワカメ、シラス、スルメイカ、シイタケ、マツタケ、いろんなものがあるみたいですね。岩手三陸海岸の山田町、山田町なのかどっちかわからないけどね、山田湾クルーズなんていうのもあるみたいですね。オランダ島っていうの、今現在地この辺にいるんですよね。この後ほら45号線で行こうかな。なんか三陸道だとさ、なんか何も見えない。あ、でもこの後三陸道もなんか海にベタベタのとこ走るみたいね、どうやら。まあちょっと考えて進んでいこうかな。まあここでちょっとサーモンとか食べれるのかな、俺。オランダさんさ、オランダと何、オランダとサーモンって、食べれるなら食べてみたい。食堂とお土産売り場はこっちですね。お寿司がねいっぱい売ってますね。お寿司、鶏だし中華そば、オイスターラーメン。オイスターラーメンが食べたい、これ。見てこれ、なこれすごい、牡蠣のラーメン見たことある。ちょっと変わったカツ丼、フグ天丼、煮牡蠣丼って何、初めて見た。海鮮丼も結構美味しそうだね。イカサマ丼って何。おお、なんかこうね、農産物とかもたくさん売ってんですね。特に撮影制限はありませんでした。ああ、いろいろ売ってて面白い。なんか向こう、なんか新潟とかではさ、見たこともないようなものとかも案外売ってたりするね。あ、昆布とかさ、海の幸系がやっぱり多いね。そんな感じがする。これはウインナーとかね、あとトンタンとかが売ってますね。これ見てください、これクジラだよ。うわー、なんかほんとこれ牛肉みたいだね。初めて見たよ、クジラ。食べてみたいね。すごい、ほら殻付きカキがこんなの売っ
1000円だよこれ。結構いっぱい入ってる。うわもう生食用めっちゃ買ってきたいぐらいなんだけどね。買っててもこれ俺買ってても無理だよね。今食べたいね。あーうまそう。鮭とかもうまそう。イクラも売ってるし、なんかもうどれ見ても美味しそう。売ってたオランダとサーモン刺身をこれ食べてみたいね。メカブとかもうまそうだし、メカジキの刺身、山田さんカジキ釣れん取れんの。すっごい。うわ見てこの大トロめっちゃうまそうだよ。鳥取さんだけどね。鳥取さん見てあのヒラメ超でか、超でかいよ。わかんねえかこれヒラメ。おーマダイじゃん。マダイもいた。すごいね。マダイ売ってくれって言ったら売ってくれんのこれ。向こうに書いてあるのかなこれ。信じらんない。ホタ、あ、これ何これ、あれカキ、カキすげえ。見てこれ、これ何クジラ寿司聞いたことありますこれ。うまそうだけど食べたことないな。あの左ヒラメ右カレーとか言うじゃないですか。これさ何こう、ま、前に向かってん、これ右カレーカレーかこれもしかして。そういうことか。すごい回転寿司方式みたいになってるんですね。初めて見た。でちゃんともう自分が頼んだものはここまで来るんですって。すごい。そしてタッチパネル方式すごいね。めっちゃ最新式みたいな感じになってる。驚きましたね。おすすめ見てみましょうか。お寿司がやっぱおすすめみたいだね。海鮮ラーメン、磯ラーメン、激煮干しラーメン、海鮮丼、今が旬。今が旬なんだ。海鮮丼もいいね。何が入ってるかだよね。あの牡蠣のラーメンもめっちゃ気になったけど、いやすごいね。海鮮丼しようかだったら、ね、いろいろし本当にメニューめっちゃある。丼ご飯、今が旬とか書かれちゃうとやっぱりこれ行きたいね。1800円、これしようか。でもね行ってみたいよねこれね。はい、贅沢してすいません。注文、なんか可能であれば牡蠣食べたいけどね。牡蠣フライはあるけどこれがないんだよね、残念ながらね。なんでだろうね。これがあればこれ食べたかったんだけど、しょうがないね。あとはなさそう。まあ北っぽいよ、北っぽいよ。これじゃない、すごくね、これすごくね。あ違った違った、あこっちか。おー来たー、こうなるんだ。うわーすげー。で これを取ればいい、これごと取ればいいの。どっち取れごとって言った、こんな感じ。うわうまそう、すごいすごいね。めちゃくちゃうまそう。エビ、牡蠣食べれる、よかった。あとはねマグロですね。卵、今が旬って書いてた。これなんだろうな。早速いただきましょう。すごい、これどうやって食べたらいいんだろう。まずわさびをね、あの取ってわさび醤油作りますね。そしてうわーこれなんだろう、なんだろうな、タイっぽいかな。すごい、ところ狭しとホタテ、あとこれもこれと同じだね。マグロがちょっとちっちゃいけどね。あとブリ、ブリですね。これなんだと思う、これ。これなんだろう。これなんだろう、サワラかな。どうやって食べたらいいのこれ。すごいすごい大変だけど。醤油でもかけちゃおうか軽く。どうしたらいい。こんなでいい、こんな感じ。ドバッとかけちゃうとちょっとあれだからね。まあこれ醤油、わさび醤油つけながら食べてもいいけどね。激うまそう。では早速いただきましょう。すげえ、わあちょっと、うわすごいね。あいやこれはボリューミーです。これなんだろうね。うん、これサワラ、サワラ絶対、サワラ、サワラ超うまい。
ちょっと食べるの大変だけど、でも美味しい。すごいねこれ、これ炙りタワー。激うま。やっぱ全然違うね。全然違う。カキやばい。あとうますぎる。すげーうまいですね。牡蠣マジでうまかった。あとはね、まあ、ちっちゃいけどマグロですね。マグロいただきましょう。これも うまそうなマグロの部位だね。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。これは、はい、最高でした。牡蠣やっぱね、全然違うね。昨日の大間のマグロもそうだっけんだけど、なんか全然違う。普通のなんかね、今まで食べてたものとは。牡蠣めっちゃうまいね、やっぱり。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いかがでしたか？道の駅山田オイスター。入ってみてよかった。なんかね、もうちょうど行き当たりばったりではあったんだけど、なんか入っちゃえと思って、まあ、12時過ぎてたからね、半ぐらいやったから、そろそろご飯かなと思ったんで、なんかその海岸沿いを走って、
例えばそのねちょっとした定食屋さんだとかね海鮮丼屋さんだとかっていうのも探してね入るのも良かったんだけど、ね、なかなかそううまいことあるかもわかんないから、まあでもちょっと入ってみて良かった、すごい楽しい、なんか道の駅だったっすよ、はい、で海鮮丼最高にうまかったです、はい、まあまあ、 これはちょっと手短に道の駅山田おいしさの動画はこちらでね、終了になります、はい、これからまたね、三陸海岸沿いをね、まあ、ちょっと三陸道を乗ろうか、ちょっとでも三陸道すぐそこだからね、とりあえずまだ先すっごい長いから170キロがあるみたいですよ、あの宿まではね、東松島までは、なのでまあ一旦とりあえず三陸道乗っちゃおうかなと思ってます。釜石のね大観音っていうとこちょっと寄ってみようかなと思ってるんで、とりあえずナビそこにセットしてみようかなと思ってます。はい、というわけで道の駅山田おいしさからお送りしました。ぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなど入れてください。はい、ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。